11度ぐらいが一番寒い話、11度ぐらいが一番寒い話、えー、現在2023年の1月ですけども、まあ、12月ぐらい、去年の12月ぐらいから、まあ、当然寒いんですけども、えー、今年はそこまでね、あのー、気温が下がらないですね。 雪が降るほどじゃない。関東地方はね、雪が降るほどじゃない。まあ、山間部はね、えー、雪降るんだけど、平野はそこまでね、気温が下がってない印象なんですね。もちろんこれからね、えー、2月、3月だったらぐっと下がる時もあると思うんだけど、まだまだかな、みたいな感じで。うん。でもね、なんか寒いんですよ。冬寒いなと思って。ゾクゾクするなと思って。で、夜とかね、遅くまで起きてると、もう寒いわけですね。朝も寒いし。 まあ、暖房あればね、当然気温あ、室温上がるから寒くないんだけど、暖房ない部屋とかね、トイレとかね、結構寒いと。で、うかつにね、1時間とか2時間の作業をやってたりすると、体が冷え切ってしまうんだよね。危険な状況なんですね。で、私はね、あの、そこまで気温が下がってない、つまり一桁になってないわけ、気温がね、室温がね。だけど、11度ぐらいでも全然、 なんか、体冷えるな、みたいな感じで。これ何なんでしょう、みたいな感じねうん。で、私の結論はですね、やっぱね、11度ぐらいだとね、あの、人によって個人差あると思うんだけど、体が寒いと認識しないですね。体がね、寒いと認識できないと。普通だと認識しちゃうわけね。で、それで手足がどんどん冷え切っていくっていうね。で、これがね、室温が、 5度とかね、6度とか、一桁になったり当然、当然氷点下もね、あるんだけど、そうなるとですね、ガタガタ震えて、体が熱をね、作り出そうとしたりとか、なんか自分で気づいて、なんか、なんか暖房つけようとかね、思ったりとか、あるいは早めに切り上げて、ちょっと暖房の辺ある辺に行こうとかね、こたつ入ろうとか、あるんだけど、11度ぐらいだとね、なんか、 別に今日はそんなに冷たく寒くないなみたいな感じで。冷えてることは冷えてるけど、寒くはないなと思ってずっとなんか、あの暖房ない部屋とかにね、いたりすると、もう完全にキンキン手足が冷え切るというね、そういう現象が起きていて。だから、その一番寒いというかね、冷えるのが、やっぱ11度ぐらいなのかな私はね、個人的に思ってますね。これは個人差あると思うんだけど、 このぐらい中途半端に寒い時は一番体が冷えるというかねそんな感じしますねなんか例年もね体の冷えとかありますけどもそこまでまだね1月だからそんな冷えないと思うんですけど正月とか正月明けって結構あったかいんですよねあのお天気がいいのもあるしまだそこまでね冷えないで今年はねなんか急にこう急にというか12月ぐらいからなんか冷えやすいなという 気温,気温というか室温がね11度ぐらい前後してるんで冷えやすいんですよね。